はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員楠田良治でございます。日本改革党メール党員さん大募集であります。ほぼ毎日届く、メールマガジンご購入ご購読で、党を支援してください。月額990円です。よろしくお願いいたします。地区支部長大事募集、いずれですね、地方議会に立候補していただける支部長を募集しております。諸事情により男性に限らせていただきます。っていうのはですね、うちの政治活動はですね、外国人生活保護廃止であるとか、外国人留学生優遇廃止であるとかを街中で訴えてると、こういうやつが湧くんですよ。私は新宿西口で選挙中に1時間のうちに2匹湧いて、なんだのかんだの付きまとわれました。でですね、女性でもですね、例えば吉川明美さんとかおにぎりさんとかぐらい強い女性だったら100倍言い返してもらえるんですけれども、まあ普通の女性はちょっときついかな。おっさんだからいいっていうことではないんですけれども、とりあえず支部長男性に限らせて、いただきます。ちょっと危ない、うちの政治活動は。街角で例えば外国人が多い駅前とかだとなおさら危ないということですね。泉健太立憲代表、静かに見守る安倍総理の国葬、静かに見守ると言ってたんですけれども、比例当選の平議員辻元清美、どんな功績や基準で判断されたのか不透明なので、安倍総理の国葬に反対、国民の分断につながりかねないなんてことを言い出しました。ネットの反応であります。比例の分際で口出しすんなと比例議員が言ってます。高槻市の有権者がお前に脳を突きつけたのを忘れたのか、勝手に民意を決めるな、歴代最長なんだから功績は12分、11位だし、国民を分断しようとしてんのか。11位ってあれですよ、北条政子よりも高いですよ。北条政子はですね、2位をもらってニードのニードのって呼ばれたんですけれどもね、確かね、多情大臣が1位で右大臣左大臣が2位じゃなかったっけな、忘れちゃいましたけれども、で正1位っていうのが生前もらえる人はいないという話でね、生前にもらえる最高位が11位だったと記憶してんですけどもね。大納言2位ですね。徳川二代将軍誰でしたっけ、名前ど忘れした、家康、その次は徳川なんだっけ、ど忘れしてしまいました。その方確か2位もらってたと思ったな。で信長も右大臣という位をもらって2位だったんじゃないのかな。水戸黄門中納言は3位です。大納言が2位です。右大臣左大臣も2位です。小納言がそうすると4位ってことになるんですかね。清少納言は意外と偉かった人なんだな、思いまして、まあ話がちょっとずれましたけれども、国民を分断しようとしてんのか、分断を先導してんのはお前らだろ、どこの国民の話してんだ、功績をいくら説明しても質問に答えてない、納得できないを繰り返すだけ、どうしてバカは黙って見守れないのか、超少数派のバカが大声でわめてるだけ。比例平議員辻元清美に流されたんだが、泉健太、静かに見守るっつってたのを撤回しまして、予算や国政の考え方について早急に説明を求めたいとして
閉会中なのに国対委員長会談を要求、答えを出すには早すぎたなんても言ってます。いや答え出すのお前らじゃないから、閣議決定で国葬すかどうかは決めるんでお前らじゃ ありません。知らんがなって感じですね。ネットの話、最初は国葬に賛成してたくせに態度変えやがった。見守るって言ってたのにブレブレだろ。何でも反対党としては当然の動き、審議拒否常習犯。費用は朝日新聞が全額出してくれる。これはあの朝日新聞が安倍総理の葬式はうちで出すって息巻いてましたからね。出してくれんだろうなまさか。もう立憲は丁寧な虫でいいよ。反安倍へのアピールでしょ。安倍依存が過ぎるぞ。またごね始めた。静かに見守りたいはどこ行ったんか。安倍側の期待に応えないとって思ったのかなって。質問の機会さえあればですね、要求通りあの会が開かれればどんなに丁寧な答弁されてもこれこれこういう理由で国葬するんですよって言われてもですね、納得できない、質問に答えていないって延々繰り返して時間稼ぎ。何あのこいつらだけが理解できない手だけなんですけれども、この手で森かけ桜を何年も何年も引っ張って国費を無駄にした実績があります。費用は全額ですね。安倍の葬式はうちが出すって言ってた朝日新聞が出すそうだから心配しなくていいよ。予算と国葬のあり方についての心配しなくていいよ。菅が岸田がなくて安倍側ばっかしな理由なんですけどね、今回のこの泉のあの転換ブレブレも安倍側の声が大きかったからこうなったんでしょうね。全マスゴミがこぞって安倍側やった結果ですね、情弱と左翼が安倍総理を悪魔のごとく憎悪してついには殺そうってやつまで出現したと。その理由なんですけど、どうして全マスゴミが揃ってテレビ新聞が揃って安倍がやったんでしょうかって話なんですけど、2015年8月発表戦後70年安倍談話。日本では戦後生まれの世代が今や人口の8割を超えています。あの戦争には何の関わりない私たちの子や孫、そしてその時の世代の子供たちに謝罪を続ける宿命を負わせてはなりません。2015年12月日韓慰安婦合意不可逆的に解決と。未来永劫ですね、日本にたがろうとしていたたがり根性で小じき根性で浅ましい浅ましい卑怯卑劣で愚鈍で路鈍でバカで愚かなとある後進国がそれを安倍総理に封じられてがっかり逆恨みしたと。未来永劫をたがることなんて許されると思ってんのかな、この時、小じきどもが。こっちはおごりたくなりますけれども、テレビ新聞の中の外国人どももですね、安倍総理を逆恨み、安倍側開始。で、こぞって、全部のテレビ局、全部の新聞で安倍側開始。産経新聞ぐらいだったかな、安倍がやってたのかな。テレビをずっと見てて、それしか情報源がない人、私の動画を見れない高齢者、見れてる人は 10% ぐらいのエリートだそうだもんね。すっかりテレビ内の外国人、浅ましい愚かな、たがり根性の外国人に洗脳され尽くして安倍側になっちゃった。泉も無視できない安倍側にはこうして出来上がりましたとさ。まああの全ては70年安倍談話でたがりを封じたってものがありますね。喜怒哀楽の代わりに感情が妬み恨みそねみひがみでできてるような外国人の恨みをですね一身に背負ってくれた安倍総理と。よく知りもしねえくせにこういうことね、自称保守で安倍がやってんの呆れを通り越して哀れになっちゃいますよ、無知すぎて。あそことあそことかね。それで自称保守語ってんだからどうしようもねえよね。そういえばあそことあそこも今回の参院選でボロ負けしましたけれども、ボロボロボロ負けしましたけれども、これね、トンチンカンなこと言ってると
頭悪いこと言ってると、無知すぎること言ってるとこうなるんですよ。先細り、もう滅びは見えたな、あそことあそこ。どっちもですね、傲慢で自分勝手な頭の悪いデブが独裁やってるっていうね、2つの団体。安倍総理にたかりの手段を封じられた韓国の、あ、言っちゃった、あ、新しい駐日大使が16日来日したそうであります。両国関係が最も良かった時期に戻すため全力を尽くしたいなどとほざいておりました。じゃあ今が悪いっていう認識なのかな、昔より悪くなったっていう認識なのかな。ネットの話、じゃあ約束厳守すればいいんじゃね、まずは竹島から出てってもらうか、約束守れ、何年経てば気づくんだこいつら。前大使は結局誰とも会談しなかったんだよね。気色悪い、マジ生理的に無理。もう遅いよ。腹水盆に帰らず。約束を守れるようになったら来い。良かった時期なんかなーい。今が一番いいぐらいだけど。あいつら的には、小渕近代中時代が一番良かったらしい。世界中の慰安婦像をどけないと無理だと思うよ。レーダー照射の説明をしろ。隣国を援助する国は滅びる。こんな奴らとは、断固あるのみと。まだ理解してない。たがりはもう不可能なんですよね。安倍総理のおかげで。改心したりせずに、いつも通りの韓国政府の代弁者でよかったと。これで妙に改心して、すり寄ってこられても困るんでね。断交がふさわしいですから。なんせね、竹島不法占拠されてますから。新生敵国ですから。日本企業はですね、敵国なんだから、1日60億円も売りつけて売りまくってる場合じゃないぞと。外中封じは安倍総理の大いなる遺産であります。70年安倍談話を撤回しろっていうやつ出てきたら、そいつこそスパイですから。厳しく取り締まらないとね。それに必要なスパイ防止法に反対するやつはスパイと。今後も日本改革党は、スパイ防止法欲しい、必要、制定を訴え続けていこうかと思っております。これをアナウンスしながら街角に立っていると通りすがりの変なやつに絡まれますんで、とりあえず男性支部長のみ募集。吉川明美さんとかおにぎりさんぐらい強い人だったら OK というような感じであります。デトックスジャパン。